ホテルの金英ン,ンフスプリングスホテルとロッキー山脈バンフスプリングスホテルはカナダのカナディアンロッキー山中アルバータ州のバンフ国立公園のリゾート地に立地するホテルである。国定史跡に制定されているシャットーエスク様式世界有数のリゾートホテルの一つとされ、併設されるゴルフコースも川に沿った自然の地形を利用しており、評価が高い。 カナダ太平洋鉄道のウィリアム・コーネリアス・バンホーンが鉄道経営と並行し19世紀後半から20世紀初頭にかけて各地に建設したホテルチェーンのうち滞在型リゾートの目玉として建設された峡谷沿いに川が蛇行する山あいの盆地に広がるバンフのリゾートコミュニティの一角棒川が滝となって陥る場所を見下ろす山腹の森に壮観な外洋をそびえ立たせている ホテルからは峡谷を隔てて、地層の露出するランドル山の雄大な眺望を得ることができる。建物はブルースプライスにより、スコティッシュバロニアルと呼ばれるスタイルで設計され、バンホーンがこれらのホテルを作る際にイメージしたヨーロッパのキャッスルやシャトーを思わせる巨大な外観で特徴づけられる。1887年、カナダ初の国立公園指定に合わせ建設に着手。 翌1888年に開業した。その後、元の木造による建物は1926年の火災で焼け落ちるが、1928年には現在の形に拡張し再建される。1954年にはロバート・ミッチャムとマリリン・モンローが出演した映画、帰らざる川のロケーションにも使われて有名になった。雪深い陶器には閉鎖されていたが、 1968年に全館にわたり暖房設備が施されて以降年間を通して営業されるようになった。フェアモント社の運営にわたって新たに温泉施設などが追加されたが従前の壮大さは失わないまでも渓谷に面したエントランストロビーの配置が変更された。この階層について建築家は私のホテルを開悪するのかと言ったそうである。 同じ設計家の手になるとし型ホテル、シャトーフロンテナックも、中途ケベックのランドマークとして有名である。1999年には、CPR 系のカナダ太平洋ホテルズリゾーツ社が、フェアモントホテルズリゾーツ社を買収。フェアモントのブランドでこれらのホテル経営に当たらせている。ありがとうございます。